へえ、日本の皆さん元気でしょうか。トゥリは元気です。今日は雨降ってました。少し花が詰まってます。今回も森保ジャパンワールドカップのアジア最終予選、はい、このことについて、はい、今回もお話聞かせていただきたいなと思います、はい、日本は最下位相手になんとか勝ち点3をもぎ取りました。日本時間17日、アウェーでオマーン戦が待っています。いい言葉選びました。なんとか勝ちましたね。本当に相手が少しでもレベルが上だったらやられてる試合でしたね。大量得点の期待もあったベトナム戦で1ゴール、はいはい、次のオマーン戦に向けて内容を良くするにはどうすればいいと思いますか。まあ現時点であんまり内容のことを考えてる余裕がないと思います。今のリアス体制にはね、だから勝っちゃいいっていうスタンスで試合をしてると思うんですけど、それにしても出来が悪すぎる、形がなさすぎる。本当になんとか勝たなきゃいけない、結果を出さなきゃいけないっていう状況の中でもバロメーターになるのがセットプレー、先にボールに頭を出しているのが1回ぐらいしかなかったです、あの日本の選手がね。ということはそういうところももう少しこう磨いていかなきゃいけない、そういうところで得点取らなきゃいけない、明確にした方がいいと思います。ホーム初戦でいきなり負けたオマーンです、はい、ベトナムよりも強い相手ですが、トゥーリョさんなら先発はどう変えますか。いやもう変えます。それは また固くいくっていう感じになると思うんですけど、結果が欲しすぎてそれが裏目に出ると思います。勝ち点3が絶対条件になるわけですよ。やっとこうオーストラリアに近づいたわけですからね。だから硬い試合しなきゃいけないっていうふうには思ったら大間違いだと思うし、足すくわれると思うんで、まずボランチのところ1人変える、柴崎を戻して、まあ変動変えないと思うけど、だったら森田を変えると。で途中から中山も入ったってなって、本来の長友の調子じゃないと思うんで、まあそこを中山にします。まあ右サイドバックも今日全然ダメだったと思うんで、そこもう一回考えなきゃいけないと思う。で古橋は必ず入れる、誰を外すか、それは調子を見て、そう考えると、まあ、今日の試合を考えるとやっぱ南野を外すか、まあ、今日だったら大迫を外すことになると思います。伊藤選手に関してでは、はい、プレーはいかがでした。いやまあ唯一今日、まあ、結果が出た選手、調子はそんなに良くなかった。1対1のところ仕掛けても全然抜けない、必ずセンタリングを上げてくれる選手でもあるんですが、今日なかなかそれができなかった。でも結果としては1点で、取り消しされた得点も素晴らしかったと思う。ベトナム戦で出番のなかった三笘選手にもチャンスというのはあるでしょうか。いや今日はね、前の出来を考えたら、試してもいいと思いますし、でも先にやっぱり今日浅野が先に出てきたからね、普通は古橋出してくると思ったんですけど、もう今日の前の出来だったら全然チャンスはあると思いますね。でもその前の出来が良くなかったっていうのが、中盤と両サイドバックの位置が良くなかった。で今日はもう中盤と前線は全然ダメだったと思います。これ田中碧も含めてですよ。これ田中碧もこういうリズムだったら何とかしなきゃいけないのが田中碧だと思うんで、分かると思うんだけどね、この自分がボール触ってリズムを出したときに日本がリズム良くなるっていうことを今日2回ぐらいあったと思う、特に前半だと。だからもうちょっと下げて森田を前にしたりとか、こう監督の指示を待つんじゃなくて自分たちで行動を起こすっていうことに責任があると思います。いや道路 OK じゃもうワールドカップ無理ですよ。俺が最初から言ったのがホーム戦全勝したら大丈夫、もうホーム戦一発目で負けてるんで俺の言ってるの全然違うじゃないですか。だったらアワイデが勝たなきゃいけない、結局オーストラリアとの勝負になっていくんで、こういったベトナム相手に正直なところオーストラリアは勝つっていう考えを持った上で
オマーンには勝たないと先がないですよ。あんだけ取りこぼししてるわけですから。次のオマーン戦は日本時間17日になります。そこまで時間がない中で急ピッチで変えなければいけないことを挙げるとすると、まあまずね、細かいところだと思うんですよ。立つ位置をもう一回修正する、ちゃんと決まり事をもう一回再確認する、ビルドアップするときはこういう位置持ちましょうということも含めてと、あとセットプレーもちゃんとこの短時間でも修正できると思うんで、相手にセットプレー与えたら嫌だなと思わさせるような日本代にもう一回戻さなきゃいけないっていうのが、前半でコーナー一本もないっておかしいでしょ。これじゃもう話にならない。自分たちのやろうとしていることをちゃんと90分としてやること、今日みたいな不安定な戦いをしてれば相手に隙を突かれて結局やられると思います。そういう意味でもね、自分たちの決まり事、自分たちのやりたいことをもう一回再確認すると、そういうことをできないようじゃワールドカップ行っちゃいけないし、まあこれは失礼ですけどワールドカップ行く資格がない、それぐらいの修正ができないチームじゃワールドカップ戦っちゃいけないと思います。ただ文句言ってるわけじゃないんですよね。どうやってやればいいか、解決法を出さなきゃいけない。まずボランチたちのところを修正しなきゃいけない、サイドバック2つ位置が修正されなきゃいけない、調子いい選手を使おうと、代表が、調子を上げる場所ではないんで、調子がいい選手を使わなきゃいけない。トゥリオさん、ズバリ、はい、予想は、今日の戦いをしてれば、今日の戦いをしてれば1対1だと思いますね。でも本来の日本代表だったら3対1ぐらいで勝つと思います。どっちの代表が来るかっていうのが蓋開けてみないと分かんないようじゃ、これはねシーズンには良くない。今日の代表は良くなかったですね。外れた。次の代表戦がその代表が当たりだと信じて一回見てみます。かなり愛のある活動をいただきましたけども、最後に日本代表へコメントをお願いします。いやもうコメントどころか本当カタールに行きたい、ワールドカップで日本代表を見たい、皆さんどうにかみんなで一団とならないといけないので連れて行ってください。Se é que a bebida ameniza paixão, amargura e desprezo, esse alguém sou eu vivendo sozinho por alguém que não vive mais do meu lado. Será?